彼女の演奏はなぜ多くの人の心を捉えるのか。イングリッド・フチコ・ゲオルギー・ヘミング。60代一夜にして時の人となった遅咲きのシンデレラ。いや私だけど本当に16歳くらいの気分よ。世界中からのラブコールを受け、ワールドツアーの日々、忙しい彼女を癒すのはおめかし。好き。部屋の飾り付け。アンジー。大好きな動物たちと過ごす時間。いや私はやっぱり人と変わってるので、その分苦労しましたね。悲惨でしたよ。しょっちゅういじめられて、父と母がつかみ合いの喧嘩してるのをちょっと覚えてるだけでね、あとはもう何にも知らない。母が、神様が波に乗っけてくれたんだと思いますね。で、私はそういうふうにピアノ弾くように生まれてきたんだと思う。雲があると、あ、お母さんどうしてるかなと思って、楽しいことばっかりあって悲しいことがないっていうのはちょっとどうかなと思う。センチメンタルなのもいいじゃない。彼女の奏でる音色には生きるヒントが溢れてる。やれるうちにやらないと。藤子ヘミングの時間。